それではこの前見つけたイオンで見つけたコーヒードリッパーですね。これいろんなメーカー、アウトドアのメーカーとかで、出てるやつだと結構数千円のものから結構価格帯が激しく分かれてるんですけども、これはたった400円でした。ものについてはほとんど同じだと思うんですよね、これ。で、一回これをどんな感じか試してみようと思います。紹介はこんな感じです。動画はこれからコーヒーを入れてみようと思っております。見てください。さっきのコーヒードリッパーに使うのはこの円錐型のフィルターになります。これ100均で売ってるんですよね。今どこの100均でもここにへそが出てて取りやすくなってます。これをこのように真ん中を合わせて1回折ります。そうするとパッと開くと四角っぽくなります。これを先ほどの中にパサッと入れるだけ。これでコーヒー豆を入れてコーヒーを入れてみます。これはお気に入りのコップです。コーヒーの入れ方は適当です。でももっと美味しく入るんだろうけど。こんな感じで。全部終わったらこれなんか潰せるんですよね。こうやってギューってギューっとですね。これもちろん反対側でもこうやってなんかこう最後絞れちゃうなーって感じです。ちょっと飛んじゃいましたね。